皆さんこんにちは、ウィーレジェンド小林です。今回は、ね、動画にいただいた質問にお答えをしたいなと思っております。アルファール探検隊さん、最近ウィーレジェンドさんのワンピース悪魔の御風味を初購入しました。筋トレ歴2年半の初心者です。栄養系の知識がまだなく、分量とかも難しいです。細身なので体を大きくすることを目標にしていますが、何かこれさえ取っておけば大丈夫というような食品やサプリはありますか、ということで、はい、ではね、この質問に答えていきたいと思います。筋トレ初心者ということなので、まず一番大事なことからお話をしていくんですけども、前提としてこれだけ取っておけば大丈夫です、理想の体になれますという食品やサプリはありません。いきなりはしごを外してしまった感じで申し訳ないんですけども、詳しく解説をしていきますと、サプリメントって栄養補助食品なんですね。あくまで普段のトレーニング食事を補助するものなので、このサプリを飲んだから理想の体になります、筋肉ムキムキになれますよというものではないんですね。飲んだだけで筋肉がどんどんついていくようなものがあれば、それはもう薬なんですよね。筋肉増強剤になってしまうので、サプリメントで飲んだだけで筋肉がつくとか、そういうような、ね、劇的な効果はもうないと思っておいてください。まあ、それを理解していただいた上でですね、普段の食事やトレーニングの補助としてサプリメントを取り入れていただくというのを強くお勧めをしますので、まずはそこだけ、ね、理解していただければと思います。なので同じようにこの食品だけ食べておけば食事はもう大丈夫です、そういうものもないです。じゃあ牛肉だけ、ね、食べておけばね、もうどんどん筋肉つくかというと、そういうわけでもないですし、白いご飯をね、毎日お腹いっぱい食べてれば筋肉つくのかというと、そういうわけでもないんですね。前提としてまずはハードにトレーニングをしていただくことっていうのが大事です。週に1回から2回でも構いません。行けるときはね、3回4回行っていただいても全然構いませんし、何回でもいいんですけども、とにかく毎回のトレーニングで前回よりも1キロでも重く、1回でも多く、ちょっとずつちょっとずつ負荷を上げていって、どんどん筋肉を強くしていくぞと、力を強くしていくぞと、そういう思いを持ってハードにトレーニングをしていただくことと、あとはタンパク質を中心とした栄養をしっかりね、1日通して補給していただくと、その上で補助としてサプリメントを考えておいてください。この考えがないと、やっぱりね、このサプリ飲んだら筋肉つくかなとか、このサプリ飲んだらどうかなとか、いろんなサプリにばっかり手を出してしまって、結局ね、思ったような成果は得られない、お金を無駄にしてしまった、そういう経験をしてしまうことになります。そういう経験をしてしまう方非常に多いです。私も似たような経験をしたこと何回もあります。まあね、仕事からサプリメントを試さないといけないとかね、試してみたくなるっていうのもあるんですけども、まあ、やっぱり何といってもハードのトレーニング、そして全体的な栄養補給、食事と休養、これがあってのサプリメントだということだけはしっかり理解をしておいてください。で、その上でおすすめのサプリをあえてあげるのであれば、3種類ありまして、まず1つ目はやっぱりプロテインですね。まあ、やっぱりプロテインっていうのは体に一番大事な栄養の一つであるタンパク質を、ね、手軽に取れるというところで、やっぱり常備しておいてほしいサプリメントの一つであります。全部ね、体に必要なタンパク質をプロテインから取ればいいかっていうと、それはあまりおすすめはできないんですけども、まあ大体ね、ハードにトレーニングしてる方に取っていただきたいタンパク質量って、体重1キロにつき 2g ぐらい、まあ、例えばこの質問者さんが体重60キロでしたら1日 120g、 大体ね、お肉生の状態で 100g 中にタンパク質 20g 入ってると思ってください。じゃあ生の肉 100g ってどれぐらいなのと、大体まあ、この手のひらに収まるぐらいの大きさです。手のひらに収まるぐらいの大きさのお肉が、まあ、6枚いると。1日6枚食べないといけないと。あとは、まあ、コンビニでね、サラダチキン売ってるじゃないですか。あれが大体ね、サラダチキン1つでタンパク質 20g ぐらいなんで、1日にサラダチキン6枚食べてくださいって言われると、ちょっと大変じゃないですか。それだけ、あ、結構食べないといけないんだなっていうのを分かっていただけると、ビレジェンドのプロテインでしたら1回 30g でお肉 100g と同じ分量の 20g のタンパク質を飲むだけで取れるので、すごい簡単にね、タンパク質が取れるようになるんですよ。
でもちろんね、大事なのはやっぱり食事から必要な栄養を取ることなので、できる範囲でね、なるべくお肉とかお魚とか卵とかね、そういったものからタンパク質を取っていただきたいんですけども、なかなかねサラダチキン6枚分こう食事から取るって難しいので、それで取りきれなかった分をしっかりねプロテインに補っていただく。よくあるのは起床、どうしても起きたばっかりは食欲がない、そういう時にプロテインを飲んでいただいてタンパク質補給をしていただくとか、トレーニング後ですね、一番体が栄養を必要としている時にプロテインで素早く栄養を補給していただくとか、間食にプロテインを飲んでいただく、そういった使い方をしていただいて、食事で取りきれない分の栄養を補っていただくというのがおすすめです。そして2つ目がマルチビタミンアドミネラルですね。弊社では略して VM と呼んだりしますけども、やっぱり、ね、トレーニングしている方の間ではタンパク質ばっかりこう目が行きがちなんですけども、体が正常に働くようにするためにはタンパク質、炭水化物、脂質といったね3大栄養素だけではなくて、ビタミン、ミネラルを含めた5大栄養素ですねが全て揃ってないと、健康的にもコンディション的にもねうまく体が働いてくれない。で、まあ不足したらすぐにね体調悪くなっちゃうとか病気になっちゃうようなものではないんですけども、やっぱりね長期間不足する状態が続くと、やっぱり必ず体に不調が出てしまう部分でもあるので、しっかりね体のベースになるコンディションを整えておくという意味でも、このビタミン&ミネラルはしっかりとっておくのをおすすめします。まあこれね、実はビタミンとかミネラルの種類によっては不足するだけじゃなくて、取りすぎても体に害が出てしまうケースがあったりするので、たくさん取れば取るほどいいかっていうとそういうものではないので、しっかり、ね、メーカーの推奨量を守って取っていただきたいんですけども、しっかり毎日欠かさず取っていただくと、縁の下の力持ち的なねそういう役割を果たしてくれるサプリメントですので、プロテインの次に私はおすすめをしたいなと思っております。そして最後3つ目なんですけども、エアファイバーですね。食物繊維と乳酸菌を中心としたね菌活サプリでございます。これもやっぱりビタミン、ミネラル以上に軽視されてしまいがちなところなんですけども、やっぱり人間の体が健康的に働くようにするためにはですね、やっぱり体の中からしっかり、ね、体を整えていくっていうのが非常に大事になってきます。で特にやっぱりタンパク質をたくさん摂るトレーニーの方っていうのは、やっぱりねタンパク質をしっかり摂るとやっぱりそれだけでお腹いっぱいになりがちなので、あんまり野菜食べれなかったりするんですよ。で一人暮らしとかだと余計に野菜買わないじゃないですか。そんなにたくさん野菜あっても使い切れないし、調理するのもめんどくさいし、洗い物が出ちゃうのもめんどくさいしということで、なかなかね野菜が摂れなくて食物繊維が不足しちゃったりするんですよ。そうするとやっぱりちょっとお腹が張ったりとか便秘気味になったりとかいうことが出てきてしまうので、そういったものを解消してもらえるのがこのリアファイバーですね。なので私もね減量中はねよく野菜を食べるんで、あまりこのリアファイバーの必要性って実は感じないんですけども、オフシーズンに入るとやっぱり野菜を食べる量が一気に減ってしまうので、それだけ食物繊維が減ってしまうで、結構お腹のね調子が乱れがちになるので、そういった時にリアファイバーを取っておくと、食物繊維だけじゃなくてプロバイオティクスとかね、プレバイオティクス、プロバイオティクスは乳酸菌とかビフィズス菌そのもので、プレバイオティクスっていうのはそういう腸内にいる細菌の餌になるものも入ってたりするので、いろんな角度からねお腹を整えてくれるそういう成分が入っているサプリメントですので、ぜひぜひね取っていただければと思います。そしてまあ食事に関しては先ほど申し上げたようにタンパク質を体重1キロにつき、まあ、2g 取っていただく、まあ、体重を増やしたいんであれば、まあ、その他に関してはもう特に何も考えずに食べたいものを食べていただければいいかなと。あの白いご飯を中心にね食べたいものを食べていただいて、とにかく体重が増えるかどうかしっかりね毎日体重を測りながら体のね様子を鏡にチェックしながらやっていっていただければと思います。これだけ食べれば絶対に増えますよっていう量はやっぱり人によって違うので、身長を見ながら決めていくしかありません。食べても太らないのであれば太れるまで食べるしかない。でやっぱり筋肉を増やすのが大変なんでね、まあ、その辺ご自身で調節しながら食事もしっかりね取っていただいて、ハードにトレーニングしていただいて、その補助としてサプリメントをね活用していただければと
思います。今回はですね、視聴者の方からいただいたご質問にお答えをさせていただきました。飲んだだけで、ね、成果が出るそういうサプリはありませんので、しっかりハードにトレーニングをして、しっかりねご飯を食べて栄養補給をしていただいた上で、その補助としてプロテインとかビタミン&ミネラルとかディアファイバーとか、そういったサプリメントが、まあ、あるとすごい便利ですよというお話をさせていただきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。他にもね、何か聞きたいことがあればぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。